いらっしゃい、かわいいお客さん。今日お見せするのは今世紀で最も雄大な現実の景色を使ったマジックだよ。偉大なる100年に一人の天才魔術。もうショーの最中に舞台裏に侵入するだけじゃなく魔術師を脅すだなんて、まったくこのお客さんってば。なんで？ケビンが死んじゃったから？やだな、そんな風に見ないでよ。あの大量の紙切れがいろんなところに降ってきたんだから、知らずにいろっていう方が無茶でしょ。とこしえの楽園の件に続いて、私ってばまたまた新聞の一面トップ記事をケビンに奪われちゃったよ。ちょっとしくじっちゃったな。私は達観したところがあるからね。かわいいお客さん、私の素晴らしすぎるショーを見て、とっても単純な事実を忘れてしまったんじゃない？記憶体っていうのはそもそも、すでにこの世に存在しない人間だ。私たちにとって、死という言葉は別に遠い存在ってわけじゃない。うん。今君はこう言おうとしているよね。必ずしも、すべての人がすでに死んでいるわけじゃないって。違う？だけどそれは君の言い分でしかない。英傑たちはみんな記憶体を残した際に必死の思いで覚悟を決めていたんだよ。私たちは13英傑が自分のために書いていた母姫名なんだ。だから外の私たちはそんなに重要じゃない。古の楽園よりここは聖火の墓とでも呼んだ方がいいくらいだよ。記憶体の消失は遅かれ早かれ起きることなんだから。ケビンがどうして消えてしまったのかって話をしたいんだね。慌てないで。私はただ、すでに知っているのに驚いた様子をわざわざ見せたくなかっただけさ。今回の件の真相について、私は多分、君以上に興味を持っているよ。記憶体が単なるデータに過ぎないとは言っても、第二の人生の可能性が得られる。それに現実では実現できなかった心残りを解決できる場合もある。そう考えるとなんだかとっても面白いと思わない？エリシアも言ってたよ。当初はエリシアが外のサクラからのお願いを私たちに伝えたんだ。外のサクラは例の件を記憶体の自分に知らせたくないと考えた。だからメビウスとエリシアに協力を依頼したんだ。知らない方がいい真実もある。その方が厳しい決断に迫られることもなく、火を追う側を信じ続け、英傑として仲間と一緒に居続けることができるから。え？最後にってどういうこと？なんだかちょっと怖くなってきちゃった。君の言う通りさ、確かにさくらは私のところに修理が終わった錠剤七雷を取りに来た。その時に本当に怖い表情をしていてね、久々に刀を抜いたりもしてたんだ。その時は誰かがさくらに言っちゃいけないことでも言ったのかなと思ってた。そう、サクラのもう一本の武器で堕落した者や裏切り者の粛清に使うものなんだ。その刀を抜くということはサクラが行動を起こすことを意味する。一体サクラがどういう任務を進めようとしていたのかまではわからないけどね。そんな風に言わないで。そんな状況で私にできることがあると思うの？サクラの前に立ちはだかって真っ二つにされればよかったってわけ？英傑に対して言い聞かせようと考えること自体が傲慢だよ。みんなそれぞれが秘密を持ってる。深く突っ込んでも身が危うくなるだけだ。でもメイさん、
なんで突然さくらのことをそんなに心配するようになったの？もしかしてケビンを殺したのがさくらだと疑ってる？念のため言っておくけど、さくらが犯人って考えは念頭から外しておいた方がいいよ。誰にも気づかれずに一人でケビンを倒すなんてどう考えても不可能だ。その点に関しては私が一番わかってる。なんといっても私が行ったテストの数は千号が焦がしちゃった服の数より何十倍も多いんだからね。このビルビーが開発した対ケビン武装の数は4桁を超えるんだけど、うまくいったものは一つもなかったんだ。現実においても楽園においてもね、誰にもできなかったから私は毎日ずっとケビンを倒す方法を考えてた。あれ？自分が言ったことを振り返ってみると、もしかして一番疑わしい人って私？まさか可愛いお客さん、私のことを疑ってたりする？私の対ケビン武装がついに成功したって思ってる？どうやら私が開発した対ケビン武装の代表作を披露する必要がありそうだね。失敗作を人に見せるのは嫌だけど、自らの潔白を証明するためだから。そうだね。可愛いお客さん、まずはどれから見てみる？どう？天才ならではの創造性に感服しちゃった？私の発明品にどんどん興味が湧いてきたんじゃない？ケチケチしないでもっと褒めてくれればいいのに。私は歴史上で最も偉大な魔術師なんだから、もっと公正に評価されるべきだよ。違う？へえ、君見る目があるね。試してみなきゃわからないでしょ。ひょっとしたらケビンの弱点のツボにはまるかもしれないし。遊び足りないな。ねえ、もう一度やってみない？
うそう、これも私が作った傑作の一つだよ。それも作戦のうちだよ。油断したところで一撃で仕留める。改良する必要がありそうだね。あれ、これは。ごめん、これはもう使えないんだ。タイプ666、正式名は楽園データ無差別不可逆ハッピークリーンツールだよ。イニシエの楽園全体を削除することのできるコマンドなんだ。そうすれば記憶体のケビンを消去することができるでしょ。でも残念なことに私まで一緒に削除されちゃうからこの発明は廃棄したんだ。それにこのツールの起動条件ももう存在していないから、つまり使用できないってことだよ。これでケビンを倒すことの難しさを分かってもらえたよね。だからもう私や仲間を疑わないでもらえるかな。私もそうだけど、英傑は誤解されやすい人が多いんだ。13英傑といってもみんな普通の人だからね。人に知られていない一面やここを離れる動機がそれぞれにある。容易に想像がつく話だよねえメイさん。サクラ以外にもメビウスやセンゴ、アポニアとかも言うまでもなく君の容疑者リストに名を連ねてるんだよね。でも他の人も、例えばエリシアに対しても、メイさんの心の中で疑いと信用の天秤が行ったり来たりしてるんじゃない？ケビンはいつも堅苦しい顔をしてて思っていることを言わない。心の中でいつも人類のために戦うことばかり考えてるから、いつ出て行ってもおかしくない。エデンは自分のことを旧時代の人間だなんて言ってるけど、今の文明にも興味を持ってる。芸術家だから新たなインスピレーションが欲しいんじゃないかな。スーは旋回一条を使ってからなぜかケビンとメビウスを注意深く見るようになったんだ。まあ各社である彼の心の中を察することができる人はいないけど、コズマはきっと箱舟計画の結末を見に行きたいと考えていると思うよ。グレーシュも明らかに他の人に何かを隠してる。フワは本当に正直な人だよね。だけどここにいるフワが元々のフワだって誰が証明できるのかな。そしてそれはパルドにも言えることだね。こうやって見ると私たちの中に犯人がいる可能性って明らかにないよね。人々にはそれぞれ信じてることがある。それって信じる意思があるから、それとも信じられる事柄があったから。君はどっちだと思う？私は自分の仲間を信じたい。それが私の意思であり全ての起点なんだ。でも今それとは真逆の事柄が目の前にある。そんな状況で私はどうするべきなのか。君はどう思う？私の出した答えはね、それでも仲間を信じ続けるということ。でもそのためにはまずみんなを疑ってみて潔白を確認して真相を突き止めないといけない。それが私の言いたいことだよ。
メイさん。あれ、ごめんね、言ってなかったかな。私はね、舞台の上では黄昏起源の魔術王なんだけど、片手間で探偵をしていてね、結構有名なんだ。私は天才だからね。謎解きはショーの前にって小説の名前を聞いたことある？それに通じる部分があると思うんだ。実は君が来る前から私も独自に調査しようとしていてね。今回の事件は君も真相に興味があるみたいだし、一緒に調べるっていうのはどう？そうすれば私のアリバイを君に立証してもらうこともできるしね。探偵に一番大事なことは自らの潔白の証明だから。そうそう、そうして欲しかったんだ。それでこそ公正かつ客観的に証言してもらえるからね。そうしたら正式に調査を始める前にちょっと準備させてくれる？そういえば君、この遊園地に来たことなかったよね。まずは付近を見て回ったらどう？ほら、あそこにガイドにうってつけの子がいるよ。違うわね。はーい、愛しいひとのこ、わざわざ私に会いに来てくれたのかしら。とっても嬉しいわ。うん、データ室をあんな風にしちゃうだなんて一体誰の仕業かしら。仕方ないから、気晴らしのために遊園地に来たのよ。あら、どうしちゃったの？そんな暗い顔をして、あなたらしくないじゃない。
ちょっと元気を出して。そんなんじゃ私とっても心配だわ。でもおかしいわね。あの大人びた私とは一緒じゃないの？あなたのことを置いてけぼりにするだなんてひどいわ。知らないって何を？消えたですって？ああ、それって隠れちゃったってことよね。そうでしょ？かくれんぼは私も大好きよ。まったくひどいわね。私もかくれんぼしたいと思ってたのに。ねえ、一緒に彼女のことを探してあげる。いいでしょ？勇気だけじゃなくて知識もあるのね。大正解。これは太陽系の動きを模したプラネタリウムなの。見てるとまるで宇宙にいるみたいでとっても綺麗でしょ。遊園地に欠かせないアトラクションといえば海賊船ね。でも一番高いところに着くときには下を見るのが怖くていつも必ず目を閉じちゃうの。これはね、この遊園地で一番の人気を誇るアトラクション、観覧車よ。乗ると遊園地全体の美しい風景が見られるの。それにとってもロマンチックな伝説があってね。聞きたい？スリリングなアトラクションといえば回転ブランコよね。私は自分で空を飛べるけど回転ブランコに乗るといつもドキドキしちゃうの。たまには刺激も必要でしょ。かわいい妖精の大冒険よ。周りを一周するの。遊園地の景色を360度見渡せるのよ。私の一番のおすすめなんだから。ふふ乗りたくなった？大人の私を見つけたら一緒に乗りましょう。ここも大人の私の記憶によって作られた場所だから、私にとってはお家の庭のようなものだわ。自慢するわけじゃないけど、ここは世界で最も幸福なところよ。
それにしてもおかしいわね。どこを探しても大人の私がいないわ。隠れるのが本当にうまいわね。わかったわ。これはきっと見つけてみなさいっていう挑戦状ね。うん、こうなったら私があなたの代わりに彼女を探し出すわ。妖精の力を見くびらないで、愛しい人の子。それじゃあまたね。おかえり。どうだった？すごかったでしょ。私もこの遊園地に自分専用のステージを作りたいくらいだよ。君が遊園地を見に行っている間、私も荷物をまとめておいたよ。これからは頼りになるメイさんについていくね。一緒に霧を払い、真相を突き止めよう。まずはいつもと違っているおかしな点について調べようか。見て、見たことのないお客さんたちがいるね。というか逆かな。彼らが主で私たちがお客？ここはエリシアの記憶が生み出した空間だからね。出現する敵も彼女の影響を受けているのかもしれないね。色もピンクだし。色が褪せたような敵？私はそんな怪物に遭遇したことはないよ。説明だけだとちょっと想像しづらいね。私だったら直接グレイシュ本人に聞きに行くけど、どうかな？